どうも、食用一のものです。久々ミニちゃんです。今日はちょっとラーメンを食いに行こうかなと思ってるんですが、ちょっとその前にちょっとね、小変更しまして、これ僕歩き図が悲しいんですけど、ホイールをクラブマン F54 の後期の純正ホイールに変えました。なぜかというと、スタッドレス、スタッドレスを履かせるためです。ホイールは中古ですけど、スタッドレスは新品で買いました。出費が痛かった。雪山ロケをしなきゃいけないっていうのがあったので、泣く泣く買いました。高かったです、トータル。さあ、というわけで、じゃあ出発します。千葉の方に向かいます。首都高に乗ります。今日も混んでますね。すげえ混んでますけど、このぐらいの混みは普通です。ただ本当に渋滞がね、苦じゃなくなりました。そう、この ACC があるからです。起動します。はい、もうこれだけで OK。 ミニの ACC 偉いのは、この真ん中のボタン一発で起動するんです。その時点での速度で ACC が起動します。その後こうやって速度設定をします。で、車間距離はこれで調整。はい、これでもうあとはアクセルはお任せ。かなりね、移動がね、楽しみになりました。ただこのシステムね、実は結構原始的なシステムで、ここの単眼カメラのみで制御してるんです。レーダーがないんです。なので実はですね、結構頻繁にシステムがオフります。あとカメラだけで見てるからだと思うんですけれども、かなりね、制御がね、荒いです。ギクシャクします。極端に加速をして極端にブレーキングをします。でもまあね、こうシステムがないのに比べたら7兆倍ぐらいですね、便利なんで全然いいです。例えばこのように、今起動してますけど、この左にいるトラック、これ後ろがちょっとメッキっぽくなってるじゃないですか。ああいったものも認識しないです。認識しないことが多いです。なんか多分カメラで認識しようにも、あのミラーみたいな面が風景と多分一体化しちゃうんですよね。それでキャンセルされることが多いです。そして今、前車接近警告機能が制限されてます。これです、これが出ました。これがね、頻繁に出るんですよ。これ今日光は左から入ってますけど、左から入っててね、制限されるのは珍しいんですけど、正面目からだと結構頻繁に出ます。こうなっちゃうともうね、機能しないです。ほら、消えちゃった。こんな感じで、まあ手間はかかるんですけど、つどつどね、あ、日の向きが変わってきたからもうそろそろ大丈夫かなと思ってやれば、やり直せば大体大丈夫です。また日の向き変わらなくても、何回か入れ直してると大体復帰しますね、大体。というわけで 100% お任せってわけにはいかないんですけど、それでもいい装備、楽な装備です。まあそれに何より、この車自身がですね、普通に乗ってて楽しいので、まあそこら辺はプラマイで言うとプラスの方が多いです。あとこの車嬉しいのはですね、燃費がね、かなりいいです。今平均燃費13キロになってますけども、これ高速またダメになっちゃった。これ高速だけに限って言うと、結構渋滞があっても16キロとか17キロは下回らない感じです。燃費いいのは助かってます。さあ、超ロングトンネルアクアラインで今東京湾の下を走っております。アクアライン制限速度80キロなんですよね。結構早め。海ほたるを通過して海の上に出ました。木更津の方に向かいます。さあ、到着しました。自宅から1時間半ぐらい。
です。やってるかな。もう事前に調べてきたんですけど、定休日でね、これ変更しましたってあるじゃないですか。でもね、また例によっての言い訳で申し訳ないんですけど、 Google で見たら定休日月曜日だった、定休日火曜日だったんですよ。今日月曜日、月か連休になってました。残念すぎる。完全にラーメンモードになってたんですけど、舌も頭も。さあちょっとね、代わりのねご飯屋さんがないかパソコンで調べたいんですけど、ちょっとねパソコンの作業がしやすいようにちょっとね変なもん作りました。まあ変なもんっていうか、これです。社内作業用の板、この裏よいしょ、45度90度このように角度固定ができる蝶つがい、これをセットしてます。単純な蝶つがいでも良かったんですけど、多分そのまま作ると足がブラブラになって車内でうまく固定できないんじゃないかと思って、こういう蝶つがいにしました。アームレスト、この部分にこの足が乗ると、でこっちの方はこうやって足が不具合に刺さると、こんな感じです。いや非常に工作精度が甘いと思いますけど、ちょっと許してください。これパソコンを置くだけにしては割とデカめにしてるんですけど、それはこのようにマウスと点キーを置いてですね、動画の編集ができるようにするためです。割と広いスペースがないとですね、結構難しいんです、めんどくさいんです。さあじゃあ代わりのご飯屋さんを探しますと。さあちょっとね、なかなかうまいこと次の飯屋が見つからないんですが、ここはね千葉の富津市です。久々にちょっとミニちゃんを撮ろうと思います。いやありがたいことに購入以来、まあ当然じゃ当然かもしれませんが、全くトラブルがなく非常に快適に過ごしております。またですね、走行距離が3万キロだったんで、まあ当然じゃ当然なんですけど、意外に塗装っていうかボディの程度が良くて、洗車をしてやればですね結構ピカピカになります。というわけでですね、とても自動車の動画をですね生業にしているものとは思えないようなですね、意味のないインプレをしただけで、また次の目的地へ急ぎます。さあもはや全然期待してませんが、次の店は開いてるんでしょうか。実は今向かってる店はもう多分ね2回か3回目なんです。そこ行くたびに毎回閉まってるんです。 Google では開いてるって書いてあるのに。そんだけ Google にやられてんだったらちゃんと調べろよって思うかもしれませんが、いいんです。いや良くはないんです。でもなんか電話するのはちょっとなんか申し訳なくて、トライします。もう少しです。一人なんです。これです。うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。なんか実はこれ前にトゥインゴで千葉に来た時に入ったお店の系列店っぽいですね。ただ味はねちょっとね違って、こっちのお店の方がですねよりあっさりしてました。いやーでもとりあえずありつけてよかったです。ほんとここね2回目か3回目でようやくここに来れました。以上、ミニクラブマンの意味ね一日の様子でした。ビミでした。ごちそうさまでした。